おはようございます。今日は新たなじゃないです。実は2人とも出てもらったことあります実はすごい持ってる、はい、今日は太平洋クラブ女子選手権の練習ラウンドに2人に付き合ってもらうことになりました。ここは太平洋クラブ御殿場ウエストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でなんとエリカちゃんは同じメンバーなので一緒に決勝に出るので、はい、エリカちゃんも練習ラウンドです。はい、ごめんなさい、飴食べてます糖分大事だ、うん、でさらにレイコちゃんはオリンピックゴルフクラブのね、そうです、会員になってね、はい、だんだん競技志向になりつつある徐々に、はい、今をときめくゴルフ女子でございます、うん、まあ、みんなでねこう競技ゴルフを楽しんでるんですけど、まあ、こういう練習ラウンドはどういう風にやってるかみたいなのも伝えられたらららと思ってますんで、はい、緩い感じで練習だからね、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。朝一は左がダメだ。スリクソン3番です。果たしたねこれ今日朝一使い果たした感ある。お願いします。ナイスショー、ありがとうございます。今日は御殿場ウエストなんで洋芝です。洋芝はこうやってねターフがねズボっていっぱい取れる、だからちょっとダフりやすいっていうか噛みやすい、でその辺を注意してね。練習ラウンドで良すぎて全然参考にならないパターンかもしれない。大体さ練習ラウンドですごい良くて本番朝一めっちゃ曲げて、え、練習ラウンドこんなんじゃなかったから全然違うみたいな、そういう試合で良くなりますね。あんまいいイメージ作りすぎないようにこうあそこに行くかもしれないと思ってラウンドすることがね大事。ナイス、そこの歯、はあ、試合で欲しいやつ、試合で欲しいやつ、練習で出すダメなやつ、ほんとそういうの来るとさ調子乗れるよね。ナイスバーディー、いやダメだ、やばい、運使い果たせるこれほんとやばい、うん、連弾でよくて試合でよかった試しがないからなはい、心さん、このホールはドライバーでいいんですか？うん、そう、すごい思ったんだけどさ、ドライバーで打ってみといた方が当日考えれるかなと思って。去年はユーティリティで打ってる、これやっぱり301ヤードの打ち下ろしだからそんなに距離がないって確かに、まあ、ドライバーで打っといて、ダメだったら当日刻みます。どっちがいいかな、みんな普通レンナーも刻む、でもドライバーでここいつも打ってる。あちゃー、ちょっと待って、ロン、ちょっと違うよ、あーちょっとやめて、やめて、あー、ドライバーじゃないですね、はい、エリカ先生は UGT で打ちます。結構右も振り出してるからやっぱ左に打ちたくなっちゃうじゃん。なっちゃう、この木が気になる。そうで、ちょっと近いところがもうなんかハザードになってるから、うんうん、150ヤードとか160ヤードでいいのかなって感じで、残り100、それで20、30ぐらい、
110とか120とかになるともう転がっちゃうから、うん、ちょっとかなりだったけどでもいいよね、うん、でも行くもんね。でゆうれいこちゃんはドライバーオフ。私はあのグリーン手前のバンカー越えがやっぱ100ヤードを切らないと打てないので、うんうんうん、セカンドを考えて、はい、行っときたい。前に行きたいですね。うん、ナイス。まっすぐ。あそこだよね。やっぱこっちに風が来る。ナイス。これさ、ここで150切ってるから、そうね、私の出せたボールでも残り150地点ぐらいまで行ってて、で打ち下ろしてるし、ピンなんか手前だから、5番ウッドぐらいにしようかな。ウッドでもいいと思う。ね、5番ウッドか4ユーどっちかで、うんうん、本番ウッド。眩しくて見えない。ナイスオンだ。あ、ちょっと手前だ。ダブルショットです。ナイスアウト。最悪です。最悪です。試合でやったら一番嫌なやつ。うまいよ。ナイス。早いね。早いね。伸びろ。ナイスパーだよ。ナイスパー。うまい。ナイスパー。パー。ナイスパー。いや、パーとか言わないで。嫌なドンだった今。御殿場ならではの。本当。打つ瞬間のパーはやめてほしい。うまいよ。わあ、惜しい。うまい。でかい。今のは、今のも頑張れるやつやな。210ぐらいです。16ぐらいで手前。了解。ここは刻むか刻まないか悩み。気持ちで行くのもちょっと、いや気持ち大切だね。強い気持ちだったね。なんかさ、ライが悪いとこ多いね。ねえ、うん、いいところもいっぱいあるのにね。いいところいっぱいあるのに、ライが悪いところに、ライが悪いところに行くと水。ちょっと待って、キックして。やめて、うん、そっちだ。あ、大丈夫。大丈夫。大丈夫でした。うまいよ。あ、やめてくれ。惜しい。早いんだけど。アップすぎてから早いよ。ね、硬いここ。あ、なんかち
ちゃった今。ここはドライバーで行く。やっぱりドライバー、うん、ここは左で左のフェアウェイに乗せとけばパーが取れる確率が超高い、うん、ここ嫌いじゃない。ここうーんあんまり好きじゃない。やっぱ左に引っ掛けるともう終わりだから。そうなんだよねこれ。別にね右ね落としてもラフが深いだけでなんてことないんだけど、うん、なんとなく右も嫌だしとかやると動きが変になっちゃう。大丈夫、戻ってるよ。うん、ナイス。もうギリギリ全だよね。危ないよね。超ギリ。なんでさ動き変になるんだろうね。やっぱまっすぐ飛んでほしいって思うからでしょ。そうだよ、長島さんいつもさ嫌なホール動き変になるんだよ、ね、なんかそう、まっすぐ出したくなっちゃうね。よっしゃ、ナイスショー。ちょっと、残ってください。大丈夫大丈夫、最短ルート。うん、ナイスショー。いいよ、これも見る。残る、うん、最短ルートだ。ナイス、チャンス、チャンスを。うまい、入れ。これもでも来る来る。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。